はいいどうもオクポンでございますまだまだ下がってますね、これね。まあ、これは本当にいい買い場だなっていうところは受けてるんですけども、そのいい買い場だよっていうところから、もう、これね、お昼なんで12時間前くらいに音声を上げたときも買い場だよっていうところから、またずるずるズル,ズル,ズルっと下がってますよね。で、結構な感じじゃないですかね、これ、この下げ方はね。っていう具合で、えっと、 どうしようかな。もう、コインチェックを使ってるんで、コインチェックで見た方がいいのかな。ビットコインメインでね、見た方がいいと思うんで。で、ビットコイン、これね、こんだけ下がってて、どうなのっていうとこなんだけど、まあまあ、全然問題ないっすよ。っていう話ですよね。はい。えーっと。まあ、これを、まあ本当に、買い場と見れるのか、すごいね。コインチェックで、 110万円で買えるんだ、ビットコイン。1枚。うわ、これいいな。うん、これは面白いな。で、あのー、これね、どうも、ツイッターとか見てると、レバーをかけてたっぽいんですよ。皆様。で、レバーで何千万とかね、3000万マイナスになっちゃったよとか、2000万でもう退場だよって、退場ってお金もうなくなっちゃって、 でお金入れ,入れるお金ないよっていう方々がどうやら出てきちゃってるようなんですよね。うん、で、あのー、これね、ずっと前にお話ししたことあるんですけども、どうやら40%以上がレバーで出来上がってるんですよ。そのビットコインの資金が、うん仮想通貨、暗号通貨の資金が40%以上が、まあ、日本で、ね、見るとレバーがかかっちゃってるっていうのをチラッと聞いたことがあるんですよね。 ビットコインじゃなかったかななんかもう記憶がね定かじゃないんですけどとにかくレバーをかけててやられててでそれの上げっていうのはあねでさすがにプロも先月の10日と18日に入ってきてるってことで大口がすごい入ってきてるんですよでそのやっぱプロの見方からすると素人がどんなにあがいても資金量には勝てないんでね うん、資金量には勝てないんでいくらでも仕掛けられちゃうんですよ。で、もう教科書、手元に答えは出てるじゃないですか。レバーみんなかけてんだって、じゃあどうしようかなって、どうやったら稼げっかなっていう話にまずなるんですよ、その人たちって。で、どうやってそれをやったらいいんじゃないかなっていうところから始まるんで、でそこに関して命がどうのこうのっていうのはもう別問題ですよね。 その自分たちがどう稼げるのかっていうところに焦点をそんなね殺し合いなんでね相場ってこ相場って殺し合いなんですよ本来ねで暗号通貨市場ってのは別にこのまんま資金が入ってくんで問題ないよっていう話はしてるんですけども本来の相場の見方っていうのは殺し合いこれはあの決してね言い過ぎではないです いくらでもそういう方向にね持ってかれちゃいますんで,で油断してるとほんとそうなりますんでね、あのー、暗号通貨今ね市場がどん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 膨らんでレバーかけないでバン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 貼れんだったら全然問題のないんですよ全然問題ないんですけどもそれ貼れないじゃないですかで限度いっぱいいっぱいで貼られてるんでもうレバーかけなきゃダメだよっていうことで、まあ、レバーかけちゃったと。 でもうやばいよって。もっとこれ昼間から見たらもっとやばいじゃないですか。っていう形になっちゃってるんですよ。まあ非常に単純でしょそうやって言われると。まあまあ頭では皆さんもね、わかってらっしゃるんですけども、頭と体がリンクするのはまた別の問題なんでね。そうですね。これ、えっ、ー、と、3万円ぐらい下げたのかな ?1 万、えっ、ー、と、30万か。えああ、そっかそっか。昼から見て、 うんと23万くらい下げたんですよ。で、一時とと200万円超えてたものが、今こんな感じですよ。100万円割っちゃったとこもあるし、で今110万でしょうん、107万とかだから、もうこれを絶好の買い場として見ないで、どう見るのかっていう話だけですよね。はい。で、まあまあ、それはそ置いときましょうそんな。ね。それ言ってもしょうがない。ね。 っていう形なんでですけども、あのー、でね私あのお金を借りるっていうお話をしたんですけども借りますよ、がっちり,がっちり借りてでそれをおー、まあ、暗号通貨に貼ります。で勘違いされてる方がいてうビットクラブの方に貼んじゃねえのっていう話でいやそれ、ポ本さん騙されてるよっていう話になってるんですけどもビットクラブに入れてるお金ってのは1円も出してないですよ。私 はっきり言っておきます。1円も出し,ておけ、ま、出してません。原資は食ってません。はい。終わりです。っていうことで、ビットクラブに入ってるお金は入ってないんだけど、もうなんだかんだでビットクラブの資金っていうのがまた増えてます。ね。これはマイニングじゃないところで、えー、増えてます。で、どのぐらいなのっていうと、0.08793ビットコインが私の手元に落ちてます。で、今、ドル換算でどのぐらいなのっていうと、842ドル。今の ビットコインのこのこれだけね、下げたあ形でこんなもんです。842だとすると今、110円くらいですかね。っていうと、92,620円。これが新たに入ってきてますよっていうことですね。はい。0円の資金からもう9万円を生みました。ね。えっ、ー、と、日付的にはどのくらいかな。12日くらい経ちましたってことでね。まあ、これはちゃんちゃんで終わりです。ね。 えー、残念ながらこれね、騙されてるわけでも何でもないんですね。はい。あのー、キャッシュフローからこれを分配してるような感じで、種をバン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 振ってるだけの話です。ICO もほぼほぼね。 えー、私の資金っていうのは入ってないです。ノアコインに2000ドル、あれ現金で入れたと思うんですけども、あれぐらいじゃないですかね。あとは、ああちょっのあの、108万かな。108万入れたところで済んでんじゃないかなって。も、もしかしたらちょっと足し算で間違っていくかもわかんないですけど、まあ大体そのぐらいだと思いますよ。108万くらい。ね。なんで、まあこんな感じでございますよ。 でまあ、これについては本当に情報を早く仕入れてそれに関して振ってるだけなんであのー、あれもないこうでもない言われたところでですね残念ながらそこに当てはまらないことがよくあります、はい、今の私よく言います時空が変わるよって南極と北極が入れ替わりますよ今はその時期ですよって言いますよねであれっていうのはまさにそれのことを言ってるんですよ 当たり前の価値観で物事を対応してて、例えばお金を今回借りるってのもそうなんですけども、これ見ててくだ,ください。増えますんで。で、あの、お金っていうのは別に借りても構わないですよ。で、これも日本人っていうのはリテラシーが低いです。これも再々言ってますけど、で、私はそれがやばいと思ってます。なんでっていうと、みんな日本人貧乏になったら、みんな国が負担しなきゃいけないでしょって、国の生産性下がるでしょってなるでしょ。 ね、税金を納めても結局一部の人がいっぱい儲けてそれで税金を納めてでそれで食べてるわけじゃないですか社会保障でもってだからやばいんですよってであともっと言えばもう10年後には60歳ですよ平均年齢大丈夫ですか60歳になってバリバリ動ける人ばっかりですかっていう話ですよね えまあ節々が多少すり減って痛みが出てきてとかでやっぱ筋肉の多少ね衰え何もしないんであれば本当に衰えてくるしで体力の持続性もなくなるしで物のの吸収率っていううは好奇心が旺盛でないとなくなるでななとくるしょう普通一般的なその横横でね付き合ってたんではそれは物の吸収率はなくなるしでそうなった時にどうすんのっていう話ですよね。 そうなった時にどうすんのって話。で、今対策を打てば大丈夫だよっていう話をいつもしてます。ね。ここで今対策を打てば大丈夫だよっていうのは、私がここまで自信満々で言うのは、まあ私の経験もあるんですけども、元は今の慈合いです。 暗号通貨ってものが、ここから上がるの、下がるのって言ったら上がるしかない。資金が入っていくしかないんですよ。で、それに関して、私はよく例えるのは、人件費が吸われるような、人件費と反比例して動きますよっていうのは、これは例えとして多分言い過ぎではないと思います。こんな感じで動いてきます。ね。あの、これを、こういう発想でものを言う方はいないと思います。あの、情報業界でも、うーまあ、なんていうのかな、これのイメージが、タグ付けっていうのはね、 こう多分やればできるんですけどめんどくさいんですよめんどくさいなので私よく話が飛び飛びになるって言って怒られることはあるんですけども私の頭の中では完結してます人件費が暗号通貨に入ってきてでその人件費でもって暗号通貨がビュって伸びるで逆人っていうのはもうこれから雇用も大変になって正社員っていうのはもう取らないでしょ正社員めんどくさいですから あーでもない、こうでもない、始まって、ユニオンがうんちゃらかんちゃらって、それ雇わなきゃいけないでしょ。で、雇用始まったら、雇用でもってこれ、雇用なんとかって言って、法律の縛りがあるでしょ。さあ、どうしよう。じゃあ、雇わねえほうがいいよな。 っていうのがやっぱ数年前数、まあ、10年くらい前からやっぱ派遣だとかねああいうので流行ってじゃあ,あこれ楽だなって確かに時給の方はいっぱい払うんだけど明毛元の方に払ってあとその半分くらいはその人に落ちるんだけどでもその人その人との契約じゃないから会社側にもういいよって言えるって。 でそしたら楽じゃないですかっていう話だったんですよね。で、それも若干今変わってきてるんですけど、あのー、そういう感じでですね、もう正社員雇用するのはめんどくさい、企業も。で、メーバで、結局私どうなんのっていう話をすると、これも何回か言ってるんですけど、一人親方の人をみんな雇えばいいんですよ。 みんな社長の人を雇えばよしやるぞって言ってああありがとうっつってもうそれだけの感じなんですよやるやらないっていう話でじゃあやってくれんのってはいやりますよっつってでその親方が今のバイトみたいな感じで仕事を消化していくっていうイメージなんです私はでそれができた時に何が起きんのって言ったら労働基準っていうものは関係なくなるっていうか労働基準監督署の縛りが今んとこなくなりますあのー、一人親方なんでうん 雇用主っていうのがいなくて自分で自分を雇用してるんで結局そういう法律に触れることはなくなるじゃないですか。でそこを見た時にその人たちどうなるのっていう話ですよ。まあ今度周りの人。そこに反応できてなくてっていうのはどうなりますかって言ったら社会保障をくださいと始まってでそしたら国力が低下するんですよ。 で国力が低下するともう日もさちも,もう今でも国力が低下してると思うんですけどもそうどんどんね日本が昔トップだったね経済大国だっていうのも今3位ですか。 アメリカ中国っていうところでサインに落ち着いちゃってんじゃないですかでこれはどん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 下がってくしかないんですよ道ね道はもう下がってくしかない今ま,今まで通りに動いたなんであればでここで出たのが救世主暗号通貨でございます暗号通貨があればまあ問題ないなっていうこれだけね私もあの拡散しててで人が集まるようになってきてなんか面白いやつがいいなって面白い世の中って今後は大きいんだなっていう話で多分 多分それで拡散してるんんだと思うんですよなんか俺たち今,今まで大変な思いして頑張って我慢して生きてきたんだけどなんか頑張って我慢してやってるのはダメみたいだぞっていう話を私言ってんじゃないですかうんそうなんですよ頑張って我慢してる人間ってのは頭がカチコチンでもうどうもならないと思ってます正直ねで頑張ってっていうのは抽象的な言い方なんでこれをこうしてああしてこうしてっていう言い方じゃないじゃないですか精神論じゃないですか AAO で言って AAO のとこじゃないですか 乗っかっかエイエイオーって言ってるのは経営者でエイエって乗っかってるのはその雇われ主みたいな感じがあるんですよ。でそれで気は結局モチベーションって一回クッて上がるんだけど結局その人たちっていうのは自分でやる気があってやってんのって言ったらおそらくないと思うんですよやらされてるだから頭も働かないし頭働かせないし言われたことをやっててマニュアル人間になってしまって頭カチコチになってるんですよ。 勝ちこっちになってる人間がそれ外に出た時に稼げるかって言ったら稼げないですよね01で自分で発信してであまあ受信して発信してっていうのを行動してってアクションを起こしてっていうのを自分でできるのって言ったらや,やれないじゃないですか、うん、だからやばいよって話なんですよそれ以上でもいかでもないんですよねあのー、本当そうですよであとまあ昼間言って あののなんですけども、あのー、ちょっと LINE の、ね、グループで、投資ラインの方で、まあ私がまだ見てないもの、ノアコインに対して、ちょっとあのー、叩かれたんですよ、ね。ノアって詐欺じゃないのってねあおかしいよ、あれって、絶対詐欺っすよみたいな感じで乗っかってた人たちが、もう全部 LINE ブロックしました、個人ライン あのもうそういう人たちっていうのはそういう頭で私を見るしで今後ノアの展開がねノアコインがこうするああするって泉さんの情報を昨日ね夕方くらいに出たと思うんですけど夜かな19時かな出たと思うんですけどもああいうものに関しても結局ねそういう考えだとかそういう鑑賞をされると私のそのなんていうのかな思考スペースを取られるんですよ。 あの決してそれは私が頭にきて抜けたっていうラインラメが。 いらっっしゃったんですよ奥本さんってああいう言われ方ないっすよねみたいな感じで,で言われたんだけどいやまあ別にあ頭切って切れちゃったんですかみたいな感じで来たんだけど別に切れてるとかでではないですよやっぱごく少数そういう方がいらっしゃるっていうのはもう統計上も出てるしねで実際その人が誰さん誰さんっていうのはどうでもよくって結局その数字上程度出てるんですよそういうのは。 だから程度、そういう人間がどん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 ん随時ね、あのー、8人の法則だとか言うじゃないですか2割の人が会社に貢献しててあと6割の人はただ乗っかってるだけで2割の人はあただなんていうのかな負債を出してるみたいなでもそれを結局その2割の人を貢献してる組でみんな、ね、うわーってまた人を集めたとしても結局同じ割合になっちゃうんですよっていう話。 で,アリでも、アリの世界でもそういうのがあるよって、それと同じなんですよ。程度やっぱり、その人を叩くっていうのは、ドリームキラー的なものっていうのは、やっぱり、たぶこれね、私、あの、ラインブロックしたけど、ラインブロックしたとこでも、結構出てくると思うんですよ。正直ね。正直出てくると思う。でも、それはブロックで対応するのか、無視して対応するのか、まあ、どっちかでしかないですよ。2択。で、1択で言うならば、もう関わらないっていうところでしょ。であれば、もうブロックでいいじゃないですか。 で,ブロックでいいいんんんでででですすすよよよっていう話なな非常に単純なんですよでこれをそのビビってとかその何て言うのかなかわいそうだとかいや今はまだ俺の情報がまだ行き渡ってないからなっていう顕著になってるような暗号通貨っていう今ね土俵においてはそういう自敗じゃないんですよ。もうそのぐらいのスピードああ,あ,あ俺の話俺必要とされてねえんだここにって言ったらあ,あ もういっかっていう感じなんですよ。そのぐらい。さっぱり。さっぱりしたもんですよ。だから、それで、バこって切ったっていうかね、ブロックしちゃうわけですよ。もう、関わってもしゃあないなっていう、うん、ところなんですよ。そのグループに、私っていう存在を分かってらっしゃる方も、多分いらっしゃると思うんですよ。影響力あったんでね。多分一番影響力あったんじゃないかなと思う。最初に、1年前に、もう暗号通貨だよ、暗号通貨だよって言って、で、その時はみんな土台無視ですよ。 な,なんだかよくわかんないこの人奥本さん何言ってんのかなぐらいな感じだと思うんですよ。でもう結果としてこうやって来ちゃったでしょで今暴落が起きてんだけど結局暗号通過暗号通過って言って今ツイッターとか暴落中なんで静かだと思うんですけどもあのそういうことなんですよあの。だからその人付き合いっていう決断ですよね決断っていうテーマでと後半ね中盤から後半ってお話しさせていただいたんですけども結局そういうことなんですよ。 で頭に来て切ったとか、そんな悠長なことではないです。感情的なもんではなくて、ああそうなんだっていう感じです。そのぐらいの感じ。で、えー、ブロックしました。で、その LINE グループからのも抜けたし、その人たちも2人いましたけど、2人ブロックしました。その見えてる範囲でね。あとはその後半で何が行われてるのかは知らないです。ええー、ね。その人たちがどんなにいい、まあ、影響度があっても、影響度がなくても、私の相場ではないと思う。 私にはきっと合わない人たちなんだなっていうぐらいの感じです。はい。で、そのぐらいの感じです。で、これが通常やったんでは多分ね、あのー、私の立ち位置っていうのがどん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 狭まんじゃないのって思うんですけども、これから広がる市場っていうのは人間も広がっていくわけなんですよ。ここ。ここ結構重要で、だそれが見えてるんですよ。 まだまだそ,そこの、あそれ便,便宜測って、例えば6月にノアコイン上場するんだけど、それが上場、もしね、白紙になっちゃったとか、なっちゃった場合もあると思う。あると思うけど、あのそこに対しては私はお金入れてるからね。2000ドルお金入れてるから。もともと JPY のものを入れたでしょ。で、それがあるから、そうやってあっさりは言うんだけど、でも私お金そこに貼ってますから。ねで、貼ってない人たちが詐欺だ詐欺だって言うわけですよ。 うん、面倒じゃないですか。っていうか、あのー、土俵、土俵がないところでど戦いをするようなもんなんですよ。もう決まり手がないみたいな。だからもう水かけ論になるんですよね。まず、上場してないでしょ。で、未来見えないでしょ。うん。で、情報がないから、いや、それ、詐欺だよっていう。もう、ネット、ネットなんだろうな。ネット信者になっ,てなってるんでしょうね。ネットの中に答えがあって、ネットの中に答えがないから、それがおかしいよって言ってるんですよ。っていう話。 非常に単純でしょで、それを相手してもダメなんですよ。程度。うん。で、今のこの言い方を2回目ですけど、これはダメなんですよ。本来であればダメ。でも、今の暗号通貨市場っていうのは人間が入ってくるんですよ。まだまだどんどん。 そこに手間かけてる場合じゃないですよそれ便宜測っていやノアっていうのはああだよ泉さんっていうのはああだよって私泉さんに会ったことないんだけどで会ったことないんだけどまあまあこれいいかなっていう感じで、まあ、泉さんの話を聞いてあフィリピンかあこれは面白いかなってフィリピンっていうピラミッドがね人工ピラミッドがピシッてなってでフィリピンの人間がどういう意図をたどってるのかで国が外に出すのに支援をしてる。 ね、ああいうの見てああ面白いなと思ったんですよ単純にそれだけもちろんそれに対して欲がなかったかって言ったらゼロではなかったでしょうただゼロではなかったんだけどまず光が最初に反応したっていうことなんですよね光がある明るいな明るい未来そこにありそうだなっていうとこが最初じゃないですかあとはそこからお金どうすんのっていう話じゃないですかまず行動のアクションの最初のアクションとしては思考のアクションがあるじゃないですかそれで行動のアクションじゃないですか で、行動のアクションの中にお金の工面があるわけです。で、その中に送金をどうすんのあすんのね、メールアドレスをこうだよ、こうああだよっていう話が出てくるわけじゃないですか。っていう話なんですよ。なので、あのー、今の生き方としては、私はこれがあベストだと思ってます。もうビッタビタだと思ってます。これの生き方。で、昔の生き方だったら、確かに、 あのー、それ大事にしてどこで人がつながってんだか分かんないんだからそこ大事にしなきゃ奥本さんそれちょっとやりすぎだよっていうのは確かに高度経済成長時期だったら確かにそうかも分かんないでも今もう入れ替わるよねっていう話なんですよ。GI が全然変わってて自転と好転が反転するよってもう金融ビッグバンだよって、ね、今であれば本当1万円が100万円になることだって全然夢じゃないよって。 なんであんなとこでスクラッチ削ってんのかなとか本気で思うんですよ最近ねなんであんなとこであんな何百円って無駄にしてんのかなって本気で思うんですようんあれであればあそこに貼ってあった方がいいんじゃねえかなって本当に思うんですよでもそれをやっぱり人情弱情報弱者ですよね人たちっていうのはそれをやってしまうんですよでもそれを私は程度見据えてるんです そこが広がるよ、暗号通貨が広がるよって、そこに対しての未来があるよ、逆に言ったらそこに対して張ってない人たちの未来はないよって言ってることなんですよ、私は。で、それは誰に言われたからでもないんですよ。で、私がビットコインに入ったのは非常に遅い。もう1年半、2年くらい前に、もうビットコインの話は聞いてました。でもその時はピンと来なかったです。 ね、ピンとこなかったそれは点と点がつながんないしそれが面になるなんて全然想像もできなかったなんでみんなビットコインビットコインって言ってんの暗号通貨って何な,なの仮想通貨って何な,なのってビットコインってどうなのでこれから社会はどうなっていくのっていうのはもう想像ができなかったんですよだから入んなかったんです単純単純でしょでそこに対してのもう回答はそれしかないですよなんで奥本さんそれ知ってた情報はあったのに入んなかったの 頭の中で繋がらななかかかっったたんんですですすよだ入1年もしてたらとんでもないことになっ,てなっちゃったじゃないですか。ね。さあ大変だと思ってもう今から遅いのかな遅くないのかなってやりながらでどうなのかなどうなのかなって社会をこうもう俯瞰して見てるわけですよ。不空実でバッて浮いてで360度見てみて、うん、これどうなのかなっていうふうに見た場合にだから膨らまないイメージがもうなくなっちゃったんですよ。 今、クラウド化したらめっちゃ楽だよねって。あのー、ね、だから洗濯機に知能が入って、AI が入って IC、IPO?IPO IPO で合ってんのかなあ、なんか違うな。要はその洗濯機だとか、それ昼間喋ったんだけどな。あのー、洗濯機だとか、スマホを全部一体化っていうか、通信でもって制御するようにしちゃう。で、それこそドアの、玄関のドアでさえも、スマホで開くようにしちゃう。 で、そこに対して自動運転っていうのがもう程度出来上がってるからで世界の中でドイツと地球地球の中でねドイツと日本っていうのが、まあ、先進国なんですよっていうよりは世界,的世界的にここの国は押してってみたいなそういうことなんですよでドイツっていうのはもう法規制もなくなったとでどういうことかっていうともうレベル3っていう次元に入ってて自動運転がで自動運転がレベル3に入ってるとどうなんのっていうと人間の責任じゃない。 で車の責任になるんですよ。で、車の責任になるでしょ。で、車の責任になる,なるってことは、すべてが車なわけですよ。で、それが保,保険もそこで通ったよっていう話なんですよ。保険屋さんの保険が車の責任になるんだけど、それでも保険っていうシステムっていうのをそのまま持続させようっていうことなんでしょうね。だから保険会社はそれに対して、じゃあそういう保険あるよっていう感じで作ったんでしょうね、ドイツは。もう なんですよでそれが進むとどうなんのって話なんだけど結局その先端にあるのが暗号通貨とやっぱり AI とその自動うんとやっぱり、ねうん、だから AI でドアが、まあ、今のところを喋ると自動運転でビューっとくロボ猫ヤマトが来るでしょロボットの黒猫ヤマトヤマト運艦がね。 あの車を全部自動運転でやるのにロボ,レドロ,ボロボネコヤマトっていうのを試作品みたいなので出しちゃうんですよであれ自動運転なんだけど玄関前まで来てくれるでしょであとスマホであのスマホって1個対1個しかないものが多分あると思うのよこれでそれとリンクさせるんですよでそ,それとリンクさせてそこのロッカーの5番目開けてよって「奥本さんこれ開けてよ」っていうことでもうおくぽんさんのスマホしか使えない うーキ,ーキーっていうかなんか暗号みたいのがあってそこでピロピロって言ってで開けるでしょで荷物がそこで取れるわけですよっていう話なんですよでもっと言えばそ,のそこがドローンになっちゃってそれこそ家の中まで運んでくれちゃうんじゃないのっていうのも考えてるんですよ、うん、でドローンになってドアも AI だからでスマホとリンクしてるでしょでその家主は外出てる で外出てて荷物はこの時に配達される時間分かってる程度ねで程度時間分かっててもう AI のドアの方はこれ設置してでスマホに案内が来る今ロボネコヤマトさんのこれが来たよとかそのドローンでドローンの何々っていうのが来たよってことでドア開けるよクポンさんって言ったよはいよ」って言ってスマホでピコッてやるとドアが開くよとでドアが開いてそれで収納終わったら「ありがとね」って「ドローンさん」っつってドアがピシャッと閉まる。 奥本さん、どう荷物のう入れたよって言って、今度、部屋にあるカメラがその荷物を認知して、奥本さんの方に案内をする。で、それに <coughs> 対して、今度、着払いであったらどうなんのっていう話なんだけど、それは暗号通貨でも、その場で決済するんですよ。っていう話なんですよ。 でそういうことを重ねていくとやっぱり暗号通貨って来るしかないなって洗剤も同じ冷蔵洗,洗濯機が洗剤なくなったらもうそのままアマゾンに注文してで決済は暗号通貨で決済するんですよリップルなんだリップルなのかなであリップルなんだかよく分かんな、ね、いリップルリップルだと思ったんだけどなでそれ決済するでしょでそれでいいでしょっていう話でもう暗号通貨が来ないイメージがないんですようん だってめんどくさいっすよ。あのー、銀行の人間を雇うっていうのが、私たちお金を預けた金利で雇ってるわけじゃないですか。めんどくさいでしょ。なんで私たちのお金、あのー、ね、使ってさ、それで、それをまたがしされて、で、銀行の銀行員の給料や,やってんのって頭来ないですか、ぶっちゃけ。私、頭来たんですよ、それを聞いたときに。なんだそれはって。 で 1, 万円下ろすっっって言ったら警察呼ぶよって何なのこの国はって思ったでしょ情報を仕入れれば仕入れるほどお金ややこしくなってくるんですよ頭苦るしいでそこに対してのこうやって見ていくと冷静に考えてもそうしかなんないんですよでその情報を仕入れなかったっていうのは今市場が広がるからどん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 価値が上がるってことで上々上々でどんどん価値が上がるわけじゃないですか要は大昔に 銀行がなくてね、村だとか、で、郵便局がバン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 増えてったイメージ。で、そうするとどうなんのって言ったら、ポストができるし、配達員が来て、で、簡易保険とか全部やってくれるわけですよ。そのイメージですよ。それが今から構築されていくイメージ。だから、資金が入るよって。で、それに対してね、ノアコインが叩かれるんであれば、じゃ、バイバーっていう感じなんですよ。で、まあ、 信じるもの、信じないものはどうでもいいんだけど、その、まあ、否定するものを便宜を図って、そこに付き合ってることを、もう今、なんていうの情報が遅くないんですよね。っていう話。で、奥本さんは別に怒って、怒ってるわけじゃなくて、もうどうでもいいよって話なんですよ。もう流れちゃったやつ。っていう話なんですよ。<coughs> あと、ごめんなさい、喉がへん。ちょっと水。 あとね、お金を私の方で借りるのに、これはちょっと特殊なものなんで、多分、借りれない。で、どうすんのって言われたら、これちょっと昼間に喉が変なんです。ごめんなさいの。昼間にやります。はい。っていう感じでしゃべりたいこといっぱいあるんだけど、まあ、今回はこれで終わります。すいません、喉が。はい。それでは素敵なご依頼をお送りください。